はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。10時半ですね、6月の11日の土曜日になりました。10時半でございまして、まだ回ったりしませんけどこれからですね。昨日ニューヨークえらい下がりました。マイナス880ドル、ね、まあこんだけ下がるのは年に何回かでしょう。はい、あの原因は 8.6% のあれですか、物価上昇ということになってましてですね、ちょっと待ってくださいね、日経新聞、日経新聞 8.6% やったと思いますけどね、それがやっぱり先行きの景気不安ということになったんでしょうね。これかな、880ドル、880ドル安ですね。8.3% か、はずまず 8.6 でしょ。米消費者物価5月 8.6% 上昇と、約40年ぶり、つまりあの日本でいうところのオイルショックのあの時以来ということになってますね。で、日本もそれを受けて時間外がだだ下がりになってますね。昨日5番の引きがマイナス422円ですけども、その他時間外が480円台、490円台もありますね。下がってます。ドル円はですね、134で終わったんですけども、ドル円は昨日はちょろちょろっと最後動きましてですね、あの夜中になってから動いてましたね。ドル円は1279ですね。一時1281、82、83ぐらいまでいったかな。1283.8 までいったんですね。あらあらあらという感じです。そのウォンの国でございますけども、これですね。これは今日の朝の9時18分に出た記事でございまして。著存オンラインですね。現代自動車、ヒュンデですね、向こうの、あれで言いますと、ヒュンデ、ですね、韓国国内では赤字の泥沼というタイトルでございます。こんなん読むやん、こんなタイトルやったらということですね。そんなにね、長くないんですけど、まあ、ちょっと、かいつまんでいきましょう。現代自動車は今年1、3月に1兆9289億ウォン、の営業利益を記録した。ところが韓国法人だけ見ると3563億ウォン、約374億2000万円の営業損失を出していたことが分かった。現代自は2018年44年ぶりに韓国国内事業での赤字を出したが、これはすぐに回復した。これ4年前ですね。この時の年間赤字額は593億ウォン、約62億3000万円ほどだったが、今回はわずか3ヶ月でそのほぼ6倍の赤字を出したことだと。現代自動車韓国法人はコロナの感染が広がっていた2020年7、9月期、あの頃ちょうどですね、コロナや封鎖やとかってやってましたね。7、9月期にも3264億ウォン、現在のレートで約342億8000億円の赤字を出したが、これはセタエンジンのリコールに伴う一時的な費用が主な原因で、実質的な営業赤字、営業利益は黒字だった。ところが昨年の7、9月期には半導体不足に伴う生産ストップや原材料価格の上昇で2926億ウォン、約307億円の赤字を記録し、さらに今回はそれ以上の赤字を出したことで、現代時の韓国内工場における赤字が慢性化したのではとの懸念が浮上している。どうもそうらしいんですね。どうもそうらしいんです。さらに心配なことは、今年1、3月に国内工場の稼働率は 96.7% と、事実上のほぼフル稼働状態にあったにもかかわらず、それでも赤字、それでも巨額の赤字を出したという事実だ。フル稼働してるわけですね。フル稼働してるのにあかんやんという。現代時国内工場の慢性化した高賃金、低効率構造に加え、これに原材料価格の上昇など外部からの要因が重なった場合は全く対応できないということだ。
自動車業界のある関係者は韓国 GM やルノーコリア、ソウリュー自動車が慢性赤字から抜け出せない中、現代時の韓国事業まで赤字構造に陥ってしまえば韓国の自動車産業全体が危機に直面しかねない、と懸念を示した。もうちょっとですのでね、行きましょう。ここからがなんでそうだったかという話がですね、これが出てるんですけど、現代時だけではない、韓国タイヤ、ハンオンシステム、マントなど優良部品メーカーも今年1、3月期に赤字を出し、これを海外での収益で埋め合わせていたことが分かった。このような状況でも自動車業界の労働組合は今年も大幅な基本給引き上げを要求しており、強硬な闘争を予告している。産業研究員のチョル専任研究員は、韓国国内の自動車生産台数は2019年に4000万台を下回りて、そんな作ってんの、昨年は350万台ラインも、これ400万台が間違いやろきっと一桁ちゃうで、昨年は350万台のラインも崩壊した、高費用、低生産性が固定化し、自動車製造業が外部の危機にいかに脆弱かが明らかになったと指摘したということで、お隣さんメディアとしては割合短い記事ですね。全部読んでしまいましたけど、貼りませんよ。日本の例もそうですけど、組合が強くなって、組合活動が盛んになってですね、常にストとか何やかんややってますとですね、会社はどんどん弱ります。今までそれでですね、会社がなくなった代表的な例が旧国鉄であったりですね、JAL ですね、日本航空、まあ今でもありますけど、あれ一回潰れてるんですよ。で、あとカネボーですね、カネボーまだあるんでしたっけ、ブランドはまだあるみたいですけどね、もう潰れました。もう典型的に組合が会社を潰した例ですね。で、アメリカの自動車産業もまだ生き残ってますけども、かつて1970年代から80年代組合が強くなりすぎてですね、産業自体が弱りました。組合活動というのは健全なレベルにとどまっていればね、それはいいんですけども、こうやたら先鋭化するとですね、もう会社を潰してしまいます。だから あんまり組合が強いところというのはですね、会社が弱いですね。毎日新聞社なんかもそうですね。トヨタがなんで強いかっていうと、御用組合なんですよ。もう慣れ慣れの御用組合で、まああれもどうかとは思いますけども、でもトヨタという会社はですね、時に組合の要求 100% 聞いたりしますね。だからまあ良好な労使関係というものを築いてですね、やってきているわけでして、まあまあその方が結果的には雇用も守られると。まあ悪辣な経営者いますけどね、トヨタぐらい大きくなるとあんまりこう変なことはできないという状態になります。悪辣な経営者がですね、もう労働者を搾取しまくってるような企業においては組合活動はなすべきでしょうけど、そうでない場合はですね、そうでない場合、普通の会社がですね、組合活動が強くなったりするともうそれはアウトですね。かなりアウトな状況になります。今でも JAL なんかは組合まだあるみたいですけどね。韓国もですね、かなり文在寅政権下で組合活動がですね、活発になりすぎましたね。なぜ文在寅さんが市民運動や組合運動、市民運動のリーダーでしたから、だから組合運動とか市民運動に対して非常に寛容な5年間であった。まあ少々のことをやっても警察が介入したりしない、ほぼしないやりたい放題なんです。で、やりたい放題だとどうなるかっていうと、ああいうものはですね、やりすぎて衰退をします。日本でもですね、童話問題なんかでちょっとですね、運動が激化しすぎてですね、みんなまあですね、しらけてしまったというようなところがあったりもしました。あんまりこうやりすぎはよろしくないですね。程よくが一番いいんですけど、なかなかね、一旦走り出してしまうとガンガン行ってしまうというわけで、多分韓国 GM とかルノーとかって外資は撤退しますよ。これもう赤字でいる意味がないらしいですね。
で、海外でなんとか補填してると、まあそれでね、なんとかなってるうちはいいですけど、なんとかならなくなったらもう会社が衰退するわけなんですよ。だからガツッと どっかでですね、組合を抑えないとですね、もうはっきり言って乗車産業滅びますよ、はっきり言うて。あるいはそのものすごく衰退した状態で生き残る。なぜ自動車って何て言いますかね、半導体は産業の米とか言いますけど、自動車ってこう近代社会のベースですからね。俺やっぱり日本がね、それ世界のトップに立ったんでね、みんながね、世界のみんながね、あんなあかん、日本なんか、ね、トップにやっといたらあかんねんということで、全部この EV に足出したわけですよ。そもそも EV にする意味が今のところないわけなんですね。なぜかというと、EV は電気でしょ。その電気どっから作ってんのっていう話です。で、福島第一の事故は世界中に影響を与えてですね、原発が一旦止まったんですね。で、止まったというか、まあ、新しく作らないような状態になったわけですね。ドイツなんかどん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 原発を閉めていったわけですね。それで今回ですね、ウクライナ危機でですね、エネルギー足らへんやんというようになってる。フランスなんか原発をガンガン作るという、これから作ってくれという状態に切り替えまして、切り替えるというかもともとフランスはそうですけどね。でドイツも渋々原発稼働を、まあ、今3基あるんですけども、その3基を止めるのを延期とかってやったらね君らなって。だから EV への転換ってちょっと早すぎるような気がしますね。CO2 の排出が温暖化につながってるかっていうとですね、これはっきり言ってね、科学的なデータで確証が得られていないんですよ。まあそういうふうに言う人が多いっていうだけで、はっきりとエビデンスがあるわけではないんですね。なのにこう走りすぎてるという、まあそれはまあ別の時にまた話しますけど。でそういう転換期にあってですね、韓国の自動車産業も EV に舵切ってるわけなんですよ。舵切ってるんだけども、こんなことをやってるとですね、研究開発費に回すお金が少なくなってですね、結局は衰退してしまうと、うん、結局組合がですね、会社を衰退させるという皮肉な状態になるんちゃうかなというお話でございます。貼りませんので、今全部読みました。チョソンライン、現代自動車韓国国内では赤字の泥沼というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。